うん。<laughs> なあ。<laughs> こんにちははいいきなりですが質問です皆さんの好きな色は何ですかんでもでもやっぱりそこはせーの,この色。はいありがとうございます奈良県代表の西桃岡です ちょっとね、このあと今一瞬空き時間で,でこの時間内にちょっとお昼ご飯も食べてしまいたいのでちょっと早めに終わりたいと思います。はいということであ「舞台おめでとうありがとう!」そうお昼のね12時過ぎぐらいかなに発表があったんですけど秋に。 舞台出演させていただくことになりましたありがとうございます <laughs> 思ったのがさコメント欄あのツイッターでねあの言わせてもらったのよあのこれ 秋に舞台出演させていただきますみたいなツイッターでご報告をさせてもらった時に <laughs>「久しぶりの舞台おめでとう」みたいなコメントが多くて <laughs> 大西は5か月空いただけで「久しぶり」って言われるんだと思って <laughs> そう久しぶりになるのかと思ってちょっと笑っちゃった。 まだ半年も空いてないよ <laughs> そう笑っちゃったそう <laughs> そう、まあ、今年5回目の舞台になるのかな5回目4回目舞台になるのかな が多すぎたんやってまあそれはそうやね1か月に2回舞台とかしてたもんね <laughs> そうまあそんな感じで5か月ぶりに舞台をさせていただくことになりましたで今回がですね「ライトノベル」小説 で、アニメ化もされている作品でそう「君と僕の最後の戦場」あるいは「世界が始まる聖戦」というそう長,長いよね「君戦」っていうふうに皆さん呼ばれているみたいなんですがそうこのアニメ見たことあるかな 本日はね見たことがなくてちょっとほんと時間あり次第アニメ見ていこうかなっていう感じなんですけれどもちょっと稽古の期間までに稽古が始まる前にそうちょっと見ておきたいですけどそうしもそうなくて結構ファンタジーな感じの内容らしくて。 そそうそう,そうで今回がそれこそ東京公演と大阪公演が今回もあるんですよ嬉しい去年っていうか去年に言ってた今年の目標があの地方公演をしたいですって言ってあのー、春にやった梅坊さん「おどんろ」っていう舞台でも地方いろいろ回らせてもらったんですけどそう今回。 2回目で地方公演があるのは嬉しいだからそう関西でできる大阪でできるっていうのは本当にとてもとても嬉しいです。で今回あの私そのイスカっていうこう演じさせていただくんですけれども今回大西ダブルキャストで,でダブルキャストがレナチなんですけどあの長谷川レナちゃんっていう。 元 NGT48 で今姉妹事務所でよく朗読劇も一緒にねやってる子なんですけどそうその子よりかは出ないんですよ今回大西そうえなちより23公演少ないのかな多分で多分平日もし多分土日ない土日あんのかなあなかったような気がするけどそう大体平日になってしまう ような気がしていて違うかなう多分あ東京の土曜日があるあ東京だけ土曜日があるんだギリセーフじゃ <laughs> そうでもねほぼほぼ平日の出演になってしまうので今回そうそうだから見に来れない方もねたくさんいらっしゃると思うんですけどそうそう 日日日曜日か日曜かやって東京公演日曜日にあるってあ日曜ならまあまあええな <laughs> そう大阪公演が平日のみかなそうで今回ねあのー、全員女性キャストの舞台になるんですけど そう、イスカはね、男の子で。私は男の子のイスカを演じさせていただきます。そう。で、演出がね、一代さん。松田一代さん。一代さん。一代さん。でですね、あの、恩師が。すごく思い入れのある。 舞台「少女夜派」っていう舞台を2年前かなにさせてもらったんですけどその舞台の演出をしてくださっていた方でそうそうだから今回もとても楽しみです世話になった方だねってそう本当にめちゃ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 ,めちゃお世話になった方でそう。 嬉しいです最近だからこうフィッティングだったりビジュアル撮影だったりでそうそうそうお会いさせていただいたんですけどもう嬉しい <laughs>。 前事務所の人とか見たことある顔がいっぱいってそうなのよ今回の舞台知ってる人が多くて大西的に大西個人としてなんならね一応主演になるのかな主演のイスカ役私とレナチと相手役のミリアちゃんもうほぼ一緒やし事務所は <laughs> そうでゆりえさんもいるし AKB の先輩方サッキーさんとゆかるんさんもいらっしゃるし <laughs> そうなんですよめちゃめちゃ知ってる方が多い舞台そうなんですよみやりさんもいらっしゃるしねあのそう みやりさんはあれださん去年の「三国無双」っていう舞台と「悪の娘」えっ40分からえ違うよ巻いてんのかなあ巻いてるんだ。 40分に増えたわこれ何分から始めたっけおにしえご飯食べれないじゃんじゃえ十 <laughs> 18分から始めたああ今ちょうど10分か五分やってから終わろうか まあ、巻いてるのはいいことだね。<laughs> そうか、本当はね、十四時二十分頃からやってくるけど。そうなったら、だいぶ巻いてるね。ええ、ことだけれども。食べながらやろうって、ああ、配信、ありがとう。でも、ご飯がないのよ。そう、ご飯買いに行ってと思っててんけど。せえ。ご飯が今、手元にないので。いろいろ終わってからだね。 ってってって,って「結婚をするんじゃないか」「おめでとうとしか言えない」久しぶりのリップグロスが頭から最近はほんと離れないご飯食べたから配信しなよーって。 うそー配信してからじゃないわご飯食べてからと眠くなるかなと思って配信から配信先して終わってゆっくりご飯を買いに行ってと思ってたけどそう「良い曲だよね」ってねよい曲ずっと聴いてるごめん大西はメンバーだからさ <laughs> ごめんで、ね、も大西はメンバーだからあの音源を持っているのよそう ごめんね <laughs> そうなのよごめん自分たちの声が入ってる音源を持っているから聞けちゃうんだよね <laughs> そうみんなはねサブスクに出る頃だから10月よねそれこそ10月まで多分聞けないけれどもまあでも安心して大西もね連続では聞けないの。<laughs> ファイルに保存してあるから一回一回ね再生ってやんなきゃ聞けないんだけどそうだから不便そうだから安心して <laughs> リピートはできないのそう <laughs> そうなのよ、ね、サブスクだとさあのリピートにしてたら永遠に聞けるじゃない <laughs> MV 早く見たいってねえ大西も早く見たい MV まだ見てないもう完成してるのかなそうオフショットもね出したいんだよねすごいお気に入りのオフショットがあって大西そう なんかあのショットを出したいであの一個だけね撮ったシーンで気になるシーンがあるんですよねブブあのシーンをどうやって入れるんだろうでもそのシーンが一番好きなシーンで終わるんですよね楽しみ 記者はもう終わったのって内緒にしいとこ <laughs> 内緒にしいとこうん公開されたらどのシーンか教えてねってそうする教えるこのシーンが大西が言うてたシーンだよって言う <laughs> 前回みたいにオンラインサイン会ないのかなってどうなる「元カレです」あったっけ「元カレです」があったんだ「ねもハも」があったけど大西は参加してなかったんだそうあるんじゃないかな分かんないけどありそうよね スタッフさんがなんかちょっとそわそわしてるような気がする <laughs> 一旦ランキングの方だけ読んどくか15分ってなったらちょっと行ってくるわすぐ <laughs> 待ってるいや待ってはないと思う音痴が多分 LINE 見てこれ見れてないからさ今この通知の上のやつで来たのを見ただけだから多分気づいてないのかなって思ってさ じゃあランキングの方読んでいきたいと思いますきますよ。えー、あもう十五分だったね。一ハギハギアットマークももちゃん大好きさんありがとうございます。イェイ。そして二が純平さんありがとうございます。イェイ。そして三位がマークアコードアットマーク大西じゃ大田郡大西第一空挺団さんありがとうございます。イェイ。そして四位がアルティオアットマーク大西郡マリアさんありがとうございます。イェイ。 そして5位が、えー、エイトさんありがとうございますイェイそして6位がサトチアットマーク大西軍さんありがとうございますイェイそして7位が SL さんありがとうございますイェイそして8位がツバサさんありがとうございますイェイそして9位がト、え、チ、ー、太郎さんありがとうございますイェイそして10位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さんありがとうございますイェイ そして、えー、11位が広ろかさんありがとうございますイイそして12位がコーヒーレンさんありがとうございますイイそしてラスト13位がふーわちゃんありがとうございましたいえいありがとうございます本当にということであなんかやっぱソワソワしてる気する <laughs> じゃあちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います <laughs> でははいいきなりですが質問です皆さんの好きな色は何ですか でもでもやっぱりそこはせーの桃色はいありがとうございます奈良県代表の西西まかでした今日も見てくださった皆様本当にありがとうございましたでは行ってきますじゃあねバイバーイありがとうございました